移住先に迷っているあなた、まだ的は定まりませんか？それならズバリ、寒川町がおすすめです。寒川町は神奈川県のほぼ中央、相模川下流の東側に位置しており、人口は全国にある745町村のうち第6位なんです。町内には JR 相模線の駅が3つあり、横浜まで40分、東京までは75分と都心部へのアクセスも抜群です。その上、県央道が開通し、寒川北インターチェンジと寒川南インターチェンジができました。これにより車での都心部までのアクセスも40分程度と、格段に利便性が向上しました。このように都心部も十分通勤通学圏内にあります。これは寒川町とその周辺地域の地価平均価格です。地価や賃貸物件の家賃も近隣より安く、住むなら間違いなく寒川町ですね。町はほぼ平坦な地形で、相模川に隣接していることから水も豊富であり、多くの自然が守られています。カーネーションやスイートピーの栽培も盛んな花の町ですが、その他にも湘南梨やマスクメロンなども特産品なんですよ。これまで町の発展を支えてくれたのは、町の基盤産業である製造業なんです。15歳以上65歳未満を生産年齢というのですが、その生産年齢人口1人当たり製造品出荷額はなんと神奈川県内で第2位なんですよ。世界的にも有名な企業をたくさん抱える工業の町でもあるんです。これは暑い夏の行事、びっちょり祭りです。町のランドマークでもある中央公園で毎年夏に開催される恒例行事です。大人も子供もびしょ濡れになって夏を満喫できるイベントで、県外からも大勢の方が参加するんですよ。その他にも秋に行われる花火大会や産業祭りといった町民と共に共同で行う楽しいイベントが盛りだくさん。寒川町は町民の健康や教育、家族みんなの生きがいを大切にしていて、特に結婚から子育てまで切れ目のない支援を行い、子育て環境湘南地域ナンバーワンを目指し、さまざまな取り組みを行っています。ここは JA 相模直営の農畜産物直売所 YY 市です。地元の農家の方たちが心を込めて育てた旬の農畜産物、加工品がいっぱいあります。野菜はもちろん、お米やお肉、お惣菜も買うことができます。新鮮、安心、安全なものがいつでもあなたを待っています。特にこの町で有名なのは寒川神社。相模の国一宮と称され、約1500年余りの歴史を有する神社です。関八州の裏鬼門に位置し、古くより八方除けの守護神として信仰されています。だから寒川町には大きな災害がないのかもしれません。最初にお見せしましたやぶさめもこの神社恒例の行事です。年間約185万人もの参拝客が来るんです。まだまだ紹介できていない町の魅力はたくさんあります。ぜひ一度家族でお越しになって寒川町の魅力を感じてください。